浅口市議会市長に神取議員が質問。なぜ顧問弁護士が2名も必要なのか。これに対してセカンドオピニオンの必要性を主張。選挙か内科で捕まった時に助けてもらおうとしているのかと突っ込む。どうぞ最後までご覧ください。今顧問弁護士がね、今2名おる。四年ともう一人、前はね、前もおった緑法律事務所で辞めた。前はね、市長になってから顧問弁護士王子変わっとるね、菊池弁護士ね、被告原告から両方金もろてしょうた。あちこちクビになったね。で今はしょうる。なぜ2名いるんですか。でこの前も私が言った、なんでここは2名もいるんです。一人が60万でしょ、年間約。顧問弁護士よ、一人おって何かあった時に他の弁護士を頼めばそれだけで済むんですよ。にもかかわらずね、二人で別個に金を払うんじゃないですか。税金の無駄遣いじゃないか。市長答弁したり。まず具体的な内容について担当部長から説明をさせます。それでは、顧問弁護士について、お答えをいたします。顧問弁護士の、人数につきまして、岡山県内の状況を見ますと、本市を含む15市のうち、2名以上の複数名の弁護士と、顧問弁護士契約を結んでいる市が、半数以上の8市となっており、昨今の、行政が抱える複雑多様化する諸問題に、各自治体が、顧問弁護士と連携を密にしながら的確かつ、迅速な対応に努めている状況が見て取れます。本市の、顧問弁護士を2名体制としている、理由でございますが、法的な問題に、疑問が生じた場合、同じ事案におきましても、複数の顧問弁護士にそれぞれ異なった見地から法的解釈の助言をいただき、市にとってより適切な対応や判断ができる環境を整備するために、平成23年度から2名体制としております。今橋言うとな、ね、大きいとこがあるわ、津山とか倉敷とか岡山、そこら2名おるわ、いるわ当然。なんで浅口じゃそんな、ね、一番小さい市じゃが、なんでそこへさ2人いるの。今までいらなんだの。前の市長の時は1名だったの。町の時なんで顧問弁護士がおらなんだの。なんでいるんですか。顧問弁護士が1人おって、なんか事件が起きたらどうしても行けん時にはまたその時に弁護士費用払おうってすりゃいいんじゃないですか。そうしたらその顧問弁護士費用いらんのんじゃないですか。私も会社しおった、大根って弁護士おった、顧問弁護士みたいなのがおった。その時しか私は頼まん。ずっと来てくれる。顧問弁護士は払わんでも来てくれます。なぜそういういらん金を使うんなら。自分が選挙かなんかで警察を捕まったら、助けたらもらおう思って二人入れとんかって、市長。そうしか取れんの、私は。自分で頼めばいいんだよ、そういう時には。なぜ市民の税金でそういういらん金を使うんなら。もう一回説明したり。なぜ、顧問弁護士は2名いるかということでございますが、先ほどの答弁の繰り返しに、なると思うんですが、顧問弁護士が2名いることで、同じ事案においても、それぞれ異なった、見地から、法的解釈の助言を求める、助言を得ることが、可能となりまして、より慎重な判断を、下す場合など、大変有用であるというふうに考えております。あのですね、2名おろうが3名おろうが関係ないんですよ。この議案はこれだけでなっとんだよ。だから私がね、岡山のね、パブリック法律事務所に行った、ね、その親分が、そこには、いや、個人でやれるときはずっと付き合いがあった。なあ、30年、40年付き合った。わかりますか？ほんなら、おるから言うて、そこには弁護士が、10人も、15人もおる。私がしおる弁護については、他の弁護士は絶対中へ入らない。相談もしない。名前は取らないと、ずっと裁判したら下へ弁護士の名前が10人ずらっと印鑑をしておりますよ。だけど担当するな、担当したのは今の、だからいらないんですよ。なんでそれを2人も入れて金をそがん時使うんかなと。私もずっとね、何十年もしてきとんじゃから、今も裁判しとんじゃから知っとんですよ。その時に100万入れたら100万払えんだよ。なんで2名を追ってから、私もこの法廷行きました、
訴えとるから二人きとるわ。ああ今日は何でもなかった関東さん帰ってくださいよ。若市長言うたのが嘘つきちゅう言いましたよ。ああ今日何でもないどうぞって二人きて座っとん。私とか弁護士もらんその場で終わったですよ。3分間わかりますか。ほんと不起訴だからなんぼええ弁護士つけても関係ないんですよ。だからなんで市長そんな自分が困った時に助けた裏まで人としか歓迎られんのに市民の税金でもう一回答弁しない。先ほど担当部長がたびたび申し上げました通り浅口市発足以来一人体制であった顧問弁護士を私が市長に就任後市にとってより適切な対応ができるよう2名体制といたしました。常時顧問弁護士が2名いることで同じ事案においてもそれぞれ異なった見地から法的解釈の助言を得ることが可能となりより慎重な判断を下す場合など大変有用であると考えております。15市のうち8市も2人以上をいわゆるお願いしているわけでありますから同じ考えであろうかと思います。地方自治体における行政需要の拡大高度化が急速に進む中幅広い視点からの法的検討が行えるよう引き続き顧問弁護士の活用を図ってまいります。一応神取議員の個人的なご意見はご意見として今お聞きいたしました。ありがとうございました。あのですね2名おってね私が言うのは根高でね、ね幼少で雑菌で倒れて入院して動けようになった普通ね今私が頼んだ弁護士だったらやめとけね金を払うと終わっとけ和解で終わり最高裁まで2000万そして弁護士を500万最高裁まで行って払うたそれなんかは和解すりゃすぐ済むそして最高裁まで行くけど勝てることないんですよ。私が何遍も言うけど地方裁地裁高裁はね見るけど最高裁は憲法違反が受け付けんのんですよ。それを最高裁まで行っとるだから私の弁護士をね税金泥棒じゃないけど結局自分が給料が欲しいか金が欲しいかそういうなのね悪徳弁護士って言うんですよ。そこまで行く者おらんですよ。私も今まで来たけどねえあいつをいじめる以外一定がないんですこれは。私も岡山でねえ大交渉って十遍や二十遍は裁判しとんですよ。わかりますか。だからわかるんですよ。今仕事がないから何でも受けたいんです弁護士は。だからそういうなの市民の税金でやらんようにしてください。一人でやれるんですからちゃんと一人弁護士だったら。もう一回説明してください、先ほど回答した通りでございますけれども今最高裁まで行っても一緒というこれこの前のご質問の時もお話ししましたけれども最高裁まで神取さんご自身もいっぱい行ってますよね。そういったことも聞いておりますからご自分で聞いてみてください調べてみてください。そして、吉田の立ち木の件に関しましては先方から相手側から訴訟を提起されたものでありやはり損害賠償額の請求総額は約4300万という非常に高額なものでありました。訴えられた限りにおいてはやはり裁判はやらなきゃいけない。こちらから訴えたものではございません。そこを勘違いなさらないようにお願いいたします。それはね私あの前の、ね、副市長から聞いておりますだけど和解は一回も聞いてない言うたなぜしないんだ。普通ね和解に持っていくんですよ。私も副市長に言うとですよ今裁判所和解に持っていこうかしたですね。だからやるんですよ徹底的にやりますよ。それは相手一応そういうことはあるんですよ。弁護士からはどうされるんですか言うて打診はあるんですよ。高裁ぐらいになったら市長私が今ね裁判やったね聞いとります。誰からどういうふうに聞いたんですか。誰から聞いたんですか。私がその今の、そういうことをやったいうのを。市長、雑談の中で神戸さんよくご自分でお話をされてました、はい、雑談したことありません。そのことで一切お宅が車に乗って飯を食いに来た時に質問専用してくれしてくれようにはよう言いました。しかしそれを言ったことは法律関係のことについては言いません。そんな
ねえことあることをね、言わんようにしてください。私が本人が知っとんだから一番。だから、馬鹿師匠言うた、嘘つき師匠言うた、言うても、言うたな、言うた、言うはっきり。言うてねえもな、言うてねえんだ。だから今まで私がおるんだよ。それをおかみの方で、嘘を言うたら、今ぐらい命あらへんですよ。きちっとしたことを やりますから。だから、今でもきちっとやれるんですよ。市長、あんた、嘘を言うちゃいかん。私が言うてねえことを言うた、言うたんじゃ。どこで誰が言うたんの、聞いて、言うてくださいよ。私はお宅に言うた覚えやねえ。どうべん。いつ誰から聞いたん。迷惑そうなわけよ。それは、もう今回のこの一般室とは全く関係ないことでございます。君が今言うたんでしょうが。もうすぐ来ておりますんで、質問をまとめてください。はい。君が言うたら、まあ、よろしいじゃん。これで終わります。よろしいですか。はい。はい、ありがとうございました。